鹿島神宮と香取神宮は、多分江戸時代までだったんですけど、神宮は3つしかなくて、伊勢神宮、香取神宮、鹿島神宮、どうして朝廷はずっと関西にあったのにその2つの神宮が関東の方にあったんですか？ただね、神宮っていう言い方も新しいんですよ。神宮っていうのは皇室の要するにご先祖、皇室の血筋のものっていうか、それが天照になってるからね。これ明治以降にやっぱり制定された。それまでも伝えはあったけども、もうこういうふうに決めようというのはやっぱり明治なんですよね。そうすると一番重要な天照というものをベースにして国譲りをやったわけでしょ。まあそれと地の天照、昔から言われてるのは、確かに天照の地面側、空の天照と地面の鹿島香取なんですね。でそれを神宮にした、いわゆる皇室にとって最も重要な神様で、出雲から国譲りを行って勝った神様でしょ。だからそれはもう弥生時代の人たちの中で言うと勝利の女神、ギリシャの、あれ首ないけど。ね、あれと同じですよね。絶対いるんです。だからその藤原氏になっていく時も春日大社と言われるところ、奈良時代から始まって、そして京都にも吉田神社、これは僕の山影の話ですけども、吉田神社は藤原の山影という中納言が作ったので、吉田神社で国の守りをやった。祀られてるのは春日四神なんです。祝詞を作った雨の小屋根、そしてその奥様の姫神、そして鹿島と香取が祀られてるんですね。これは国家を司る、絶対ここが重要な、神話で言うとね、この強い神様いるわけですよ、国の守り、ですからこれが春日四神と言われて、でこの春日というところが藤原の始祖なんです。藤原の氏神なんです。氏っていうのは名前、藤原の神様は春日四神なんです。ですからまあこういうことを考えると、為政者が作ってきたというのがあります。でも神宮というものの言い方は、本来は明神っていうのがあってね、神社は神社という言い方もしますけど、明神って明らかに現れる神、なんたら明神っていうね、あちこちにまだいっぱいあります。これは神社庁の制定じゃなくて、昔から明神って言ったんです。なんでどこに行ったら拝んでたら明らかに出てきたから、これありがたいと言って祀るわけですね。そしてそもそも神様がお足まするところ、誰かが見つけたんじゃなくて、神様がもともとお足まするところは神明っていうんです。逆なんですね、神が明らかに。でその反対側は明神。昔はそんな言い方をしてたので、神宮というのはもう皇室ゆかりの、皇室の先祖やから、これはもう犯してはいけないという、これはまあ為政者という言い方してはあるけど、皇室の権威ですよね。これは何人たりでも皇室のこの先祖が重要だと。その次に大社、中社、小社ってあるんです。なんでこれなんかできたか、明治以降、これ禄高が高いか中くらいか低いかなので、それぐらいの禄高を渡すかは大社で、中社で、小社で違う。だからこれはもう、ここはもうちょっと軍隊とか官僚制度と一緒でね、そういう決め方をした。僕たちが古典神道って言ってるものにはそういうものはない。たとえ皇室の何かといえども、それは尊く祀るとかそういうのはあると思うけど、その皇室というのは歴史のことやから、皇室を大切にするということで、神宮というのは別格やというふうになってる。明治時代からもっとも重要になったっていう。そうそう、今はどこに神宮ってつけても多いですよね。怒られる。それは古い歴史があるんやから、皇室とつながってるから神宮やんかって言ったら、別に今の神社でも文句言わないね。ですからそういうような意味においては、ちょっとやっとフラットになってきたかな。今まではこう言いなさいと言って、もうそれ言えへんかったら捕まるっていう。今はそんなことないから。そうですね。すみません、ちょっと話脱線してしまいましたけど。だから世界を見るときにもっと僕たちはグローバルに見ないといけない。前にねちょっと話してたでしょ。だって自分の娘を黒人のところに嫁がしたら、黒人もこれ黒人ねなんですね。もともと月読みの子孫と言われてるんです。中東から始まってアフリカまで行ってだんだん黒になっていく。でもそれ自分の娘を嫁がしたら、孫ぐらいになったら黒人ですよね。でそれは外国人やとか言うんかという話ですね。たった3代なんですよね。だから人間の見方っていうのがもう近視眼になって、もう近眼鏡になってしまったということが問題であって、人種の差別とか人種の区切りとか区別っていうのはない。でそれは五色人たちと文化を交わしていく中で今も行われていることですけどね、どっか嫁いだとか。だからお互いの理解っていうのは、やっぱり僕は諸外国いつも思うんですけども、やっぱりその現場に行って見てくる。で日本に来られてもそうやろうと思いますけど、あちこちの神社現場に行ったら古事記とかとちゃうこと書いてある。そうですね、はい、思いました。それは何にも隠してない。村ではちゃんと伝承が残っているし堂々と書いてる。そうですね、これを言ってはいけませんなんて言ってない。そうただに本とかにまとめられてないあんまりですね。求められてなくて、不土記っていうね、そういうのね。あそこの風土の危機なんですね。はい、でも不土記があったから古事記まとめたんです。たかだか1300年です、はい、で古典神道は3000年で1ページめくるっていうので、はい、そうすると3分の1ぐらいなんです。だからその時も為政者の何かが働いて歴史、天皇からの歴史を書いてあるとこはだいぶその時に買ったものの栄養に書いてある。神武天皇が人皇として初めて立つと、初代天皇としてね、うん、その神武天皇ぐらいまでは雨の水上氏から宇宙論ですよね、うん、書いてるの。はい、これはもう超科学ですよね。はい、ここまでは重要なところでその伝えがあって。で我々はおそらく宇宙からの伝えを守ってきた民族で、それを守ってくる時に仰せつかったのが天皇と言われている人たち。